はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、アルです。さあ、皆さん、アルバスの楽園というモンスターご存知でしょうか？こいつね、まあ、多分ね、そろそろ、強化が来ると思うんですよ。なんでかっていうと、まあ、次の新パックが実装決まりまして、ビートルーパーと、あとダイノルフィアが来る。プラス、まあ、ガーディアンキマイラっていう、まあ、モンスターが来て、で、まあ、デスペアデッキはね、強化されることが決定してるんですけれども、これね、多分ね、その次のパックぐらいなんですよ。OCG の順番で言うと、楽園融合っていう、マジでぶっ壊れカードが、まあ、多分マスターデュエルにも来ると思うんですよね。で、その楽園融合から出せる、モンスターで、アルバスの楽園を融合スターにするモンスターがかなり多いので、まあ、ルベリオンとミラジェイドっていうやつが、出せるようになると思うんですけども、今後ね。まあ、これで、アルバスの楽園を使うんですよ。だから、まあ、今のうちにアルバスの楽園を集めておくことをね、ぜひね、お勧めするんですけど、まあ、環境、入りします。明らかに。で、この楽園融合から、展開できる、モンスターが、の素材がアルバスの楽園になってまして、で、アルバスの楽園自体は何をするかっていうと、こいつ自体も結構強いんですよね。召喚特殊召喚に成功すると、手札を1枚捨てなきゃいけないんですけども、手札を1枚捨てると融合モンスターを、出せますよ。自分を素材にして。で、自分と相手のフィールドから墓地を送るっていうこともできるんですよ、素材を。だから、相手のモンスターをパクって超融合するみたいな感じです。生きる超融合。こいつは。で、このモンスターを今回は使っていくために、デッキを組んできました。ちょっと気が早いですけどね。まだ楽園融合とか来てないんで。気が早いですけど、例えば、まあ、半蔵とか、これ超変化でドラゴン族に変身できるんですけども、相手のモンスターとパクってね。楽園出せますんで、一応相手のモンスター2体パクって、まあ、その自分のモンスターだけ展開するっていうこともできます。半蔵から行けばね。とか、あとエクレシアから普通にアルバスの楽園が出せますんで、こっから出していくっていう。まあ、あとは、ギミックがやっぱりここだけだとちょっと若干安定感がね、ないので、デスピアを混ぜまして、で、デスピアの、まあ、融合、ギミックと一緒に使っていくっていう感じですね。で、このアルバスの楽園の手札コストとして相性がいいカードはいくつかあって、例えば、まあ、白の楽園とか、あと、それから楽園さばきっていうのは普通に使っても強いですし、これ、アルバスの楽園のコストになって僕っちゅうくられたら、もう一回セットできるっていう効果があるんで、まあ、これとは相性がいいですね。で、融合モンスターを出していくテーマなんで、まあ、楽園開幕の破壊体制だとも相性がいいですし、まあ、単純にその、超融合が入ってますね、今回。なので、相手のモンスターをパクって超融合していけるっていうところもあります。で、超融合用のモンスターもいっぱい入ってまして、まあ、例えば、まあ、スターベノムとか、ドラゴンは有名ですね。あと、ドラゴンスタプリア、相手の、デスティニーを融合したりできる。ドラゴンスタプリアとか、あと、それから、ワイヤーム、トレフィアベルデム、みたいな、こういうモンスターたちを超融合で出していく、っていう感じになってます。で、アタッカーが不足するパターンがあるのと、手数を出したいので、フュージョンデスティニーとアナコンダだけは入れていますっていう感じですね。はい。さすがにこの、アルバスの楽園っていう、このカードの強さをね、皆さんにお見せしていきましょう。デュエル、スタンバイ。噂によるとね、そろそろなんか楽園融合がね実装されるらしいからね。どうやら、まあ、次のボックスはなんかちょっとビートルーパーとかが来るらしいですけども、多分その次のボックスくらいにはね、楽園融合がね来ると思うんですよ。まあ、アルビオンミラジェードあたりがね出てくるようになると思うんでね、まあ、今のうちにデスピアのカードを集めておくことをお勧めしますよ。まあ、楽園融合のパックにもしかしたら入ってるかもしれないけどね、普通にデスピアとか。まあ、今回はですね、このアルバスの楽園というね、非常に最強のドラゴン族モンスターね、まあ、モンスターを活躍させようと思ってデッキを組んできました。で、組み合わせてあるのは、まあ、僕相手もデスピアじゃん。デスピアと、あと、まあ、エクレシアですね。はい。で、アルバスの楽園を出してこれるように、忍者マスター半蔵もガン詰めしております。はい。今回はアルバスの楽園を、いいじゃん、白の楽園。いいぞ。こいつあれだぞ。アルバスの楽園のコストになると、もう一回セットし直すとかいう最強の方が持ってるからな。白のエクレシアの効果を発動するぜ。使用量が痛い。商標登録量が痛い。白エクも商標登録をされていて、600ライフポイントを払わなければ効果を発動できない。行くぜ。アルバスの楽園を召喚し、アルバスの楽園の効果発動。手札の一枚墓地の国で、相手のフェイズのモンスターと超融合ができる。うわーこれがね、ちょっと強いんですよね。あなた方と私で小融合。フィールド上の全てのモンスターを融合したいし、融合召喚。あれよ、トレフィオベルトゥン最強、最強すぎる。何マスカレード、はいはいはい。マスカレードは、墓地から蘇る効果フリーチェーンで使うことができる。もう早いんじゃないか。なんかまあ、まあまあいいわ。でもその、効果で特殊召喚したモンスターは別に600ライフを払う、商標登録料を払わなくてもいい。
そしてデスピアの同期アルベルの効果を発動。アルベルの効果により、楽園魔法トラップカードを1枚手札に加えることができる。さあ、劇場を手札に加えていくぜ。そして、楽園開幕を発動。楽園開幕の効果により、もうディバインガイいらねえか、これ。一応デスペにも入ってるんですけども、ちょっとディバインガイ捨てましょう。で、ディバインガイ寄せで、デッキより、デスペアのドラマトゥルトゥルギアを手札に加えていくぜ。そして、楽園劇場、デスペアを発動。楽園劇場デスピアはフィールド魔法ではあるが融合効果を有している。つまり俺は手札とフィールドのモンスターを使い融合召喚をすることができる。楽園劇場デスピアの効果発動。楽園劇場デスピアの効果により、デスピアの同期アルベルとドラマトゥルトゥルギアを融合した際に融合召喚。今度は俺が商標登録をしたしてもらうぜ。うおー、ドラマトゥルトゥルギアとデスピアの同期アルベルを融合した際に融合召喚。あらあらろマスカレイド。さあカードを発動したいんだったらてめえが使用料を払いな。これ相手に出されるとなんかあのうざいですけど、自分が使うとめっちゃ強いんですよね。めっちゃ頼もしいんですよね、マスカレードさん。墓地にはデスピアの道家がいるか。なるほど、まあ、死者蘇生はまだ使わなくていいかな。あれらしいですね、あのガーディアンキマイラも来るらしいですから UR。 これかなりこの敵評価されますよ。まあ楽園開幕来てからが本番ですけどね。まあ実際はその何、ルベリオンと、ミラジェイドが来てからが、まあ、一応本番みたいなところあるんですけども、ただね、さすがに強いと思う。楽園開幕来たら最強で、ガーディアンキマイラもそもそもなんかめちゃくちゃ強いんで、キマイラがね来てもまたそれもそれで強化されますし、まあ、このデッキ一応多分まだ心拍前に取ってるんであれですけど、まあ、心拍来たらまたそれはそれで強化されると思います。またちょっとね、診断来たら動画にしていこうと思っているんですが、デスピアンからの、ドラゴスタペリア、なるほど。ドラゴスタペリア、なるほど。ドラゴスタペリアはまあ、一応効果無効にしますか。一応ちょっと、なんか効果無効って言っといて、で、ドラゴスタペリア効果で一応なんかフリーチェーンで無効にできるんで、あんまり関係ないんですけど、使用料払って、デスピアンね、はいはい。使用料払っていただくぜ。悲劇のデスピアンは商標登録しておいた。さあ商標登録料を払え。まあ600円ですから、まあ、割と安い方ですよ。さあそしてアルベルのお手札から公開して、攻撃が続けない、こっちからぶん殴って、でこれぶん殴れ、オッケー。これドラゴスタペリア死者数できるじゃん、最強か。で、ドラゴスタペリアが破壊される。そしてトリフィオベル、アルベルか、はい、アルベルが墓地から出てくる。はい、いいだろう。アルベルの商標登録しておいた、商標登録料を払え。やるじゃねえか、なかなかいいだろ。そしてトリフィオベルティムでぶん殴っていく、オーケー。そしてメイン2に入るぜ。メイン2、俺は手札よりマジックカード死者蘇生を発動。君のフィールド上の、君の墓地に存在するドラゴンスタペリアとかいう最強モンスターをもらおうか。うおー最強ー最強ー。ちょっと超融合だけ本当にやめてください。で墓地の白の、楽園の効果によってセットし直すことができる。白エクは帰っては来ねえか。融合モンスターが墓地に行っていいからな。はいはい、OK、いいだろう。まあ、ただ白エクはまた帰ってくるぞ。融合モンスターをしょったらな。羽ぼうき何。ちなみにハーピーの羽ぼうきも商標登録しておいた。登録料を払え。登録料を払っていただけるといいですね。やっぱね、このデッキね、マスカレードめっちゃ並べるのが一番強いと思うんだよね。まあ、とりあえずドラゴスタペリアの効果で君の効果を無効にするわ。ドラゴスタペリアの効果、お前が出したんだぞ、このモンスターは。こんな強いモンスター出してよかったのか。パクられるとかも考えとけ。おっと、4800になったぞ、打点が。トリヒョベルテムの最強か。ここ超融合 されるとかなりやばいですけどね。あぶねえ。融合 OK。で、融合効果、手札融合ですね。はい、それはもう関係ないですね、あんまり。あればその楽園、間違えた、ガーディアンキマイラが来るとね、あのデスピア赤の楽園とかから相手ターンにガーディアンキマイラが出せるようになるんで、相手ターンでガーディアンキマイラ出せるようになると、相手のターンで相手のカードを破壊してドローするっていうなんかすごい強い効果がね発動できるようになるんで、まあ、ちょっと一応クエルティスだけ効果もこしますか。デスピアってね、結構ね、まだね効果可愛いんですよね。なんか相手のターンの妨害があんまないから、今現状ね、まあ、ドラゴスタペリアじゃ出せるけど、ドラゴスタペリアまあ、デスピアじゃないしね、なんかあんまり。なんかそのデスピア、アルバス、楽園系のカードではなんかあんまり妨害がないんですよ。まあ、言ってマスカレードをいっぱい並べて、なんか相手を嫌がらせするっていうぐらいじゃないですか。けど、
ただね、楽園融合っていうカードと、まあ、ミラジェイドあたりが来てくれるともうなんか本当にやばいことが起きるから、まあね、あのドラゴン強化をね楽しみにしておきましょう、楽しみにというか、まあ、環境崩壊レベルというかいうところがありますんでね、はい、で赤の楽園の効果をあちょっとセットし直すことができる、はい、OK、で、クエリティして、そのドラマトゥルトゥルキア君をぶん殴るっていうですね、はい、了解です、いいでしょう、まあ、それは全くもう問題ない。で、はい、何もできない、 OK、 いいだろう。で、私のターン、ドロー、うん、いらないね。テラフォーミングもサーチするカードなんじゃねえか、あ、なんかあったっけ、俺楽園劇場として1枚しか入ってなかった気がするんだよ。ああ、だよね。まあ一応ですね、あの2枚入れといた方がいいような気はしますが、まあちょっと枠の都合上入れてないんですけども、とりあえずこれバトルしたらいいですかね。さあ、マスカレードの効果を発動するぜ。マスカレードの効果で赤の楽園も消費登録しておいた。お前あと1700しかないぞ、大丈夫か。まあ、1700しかないぞ、大丈夫か。なんかライフ足んないんじゃね、あいつ。大丈夫か、商標登録料払う、なんか貯金残ってるか、ちゃんと貯金しとけ。あ、ドラゴスタペリアさんね、大きいでしょ。ドラゴスタペリアさん、まあ、劇場ないから普通にこれぶん殴っていいか、これそのまんま。うわよしよしよし。で、なんだっけ、アルベルね、はい、アルベルも商標登録してあるんで、ちゃんとライフを払っていただいて、全遊戯王カードを商標登録しておいたから、お前は全カードを使用するときに必ず商標登録料を払え。行け。ドラゴンスタープレイでダイレクトタック。うわー、商標登録最強。あー、まあわ悪くはないですね、悪くはない。言ってですね、このデッキね、先行そんなに強くないですし、効果もそんなに強くないんで、なんか意外となんかカジュアル体制とかに持ってってもなんかそんなに嫌な顔されなそうな気がしますけどね。どうだろう、レスピアって環境なのかな、そんなに環境とデッキと渡り合うほどのポテンシャルまだないと思うんだよね。まあ楽園融合来たら別だけど、まあ、ガーディアンキャマイラが来たから、まあ来るから、ガーディアンキャマイラが来るから割と戦いやすくはなるとは思うけど、ワンチャンね、楽園劇場とか赤の楽園からやっぱり、まあ、赤の楽園で出すのが一番強いよね、多分ガーディアンキャマイラは。うん、なんかね、その誘発も今回全然入ってないですし、なんか相手の、まあ、モンスター、え、弱っ、そんなんでいいんですか、え、そんなんでいいんですか、なるほど、どうしましょう、まあ、とりあえずアルベル召喚しますか。アルベル召喚しに行くのが一番いたかな、これアルベル召喚して、でアルベル効果で超変化はもういらないから、コストで一回捨てるか、半蔵か、あーね、穴打った方がよくね、さすがにこれ穴打った方がいいな、ちょ、裏側はちょっとさすがにちょっと共有できない、一回劇場だけ再したして融合できないから、何もワンチャンワンキュー取るかもしれないしね、これ。でですね、裏ら無効になってるから、これで、そう、これか、新演出、これが墓穴の新演出よ。結構さ、なんか煽り性能高いよね。で劇場を持ってくるでしょ。で一応楽園劇場デスピアを発動かな、楽園劇場デスピア発動を、でもういらないからこれ捨てて、でこれはドラマトゥルギアですかね。でドラマトゥルギア持ってきて、はい、あ、特殊、間違えた、もういいや、楽園劇場デスピアを発動で、楽園劇場デスピアの効果で、一応マスカレードで商標登録権をちょっと主張していくか、商標登録権を主張していく、はい。はい、でドラマトゥルトゥルギアの効果を発動するぜ。ドラマトゥルトゥルギアの効果によって墓地から特殊召喚していく。でそして最後に挨拶を発動していくぜ。行け挨拶トゥ。さあ大丈夫か、その伏せカードを1枚で守りきれんのか。俺はデスティニーヒーローたちの魂を墓地に送って、行けデスティニーヒーローデストロイフリックスカイ。やっぱね、これね、ダッシュガイとね、ディバインガイ、まあダッシュガイは別だけど、あのね、ディバインガイのね、効果かなり優秀で、やっぱ結構消費激しいですよ、この一機。手札消費が。融合的やから。だから、あのね、割と対、嘘だー、うわー、ドラゴンか、まあまあドラゴン、あ、スターブ入ってないんだ、
楽園劇場デスピアの効果発動。あ、そうか、まだのの余計呼び合う、危ねえ、起き返ってきた、帰ってきたで、デスピアのフェンキスが危ねえ。さすが楽園劇場デスピアさん。まあ今確かに、じゃあどっちを融合スターにしてもどっちしても持ってくるのこれで、楽園劇場デスピアの効果あってよかった、危ねえ危ねえ、超融合されてもデスピアフェンキスが持っても強すぎかこれ。いけ、デスピアフェンキスが出て、ダイレクトアタック、うわっ、あぶねえバリアブねえ、バリアブないやん、これでエンドか。いや、クソ危ないこと起きたな。超融合、でも超融合されてさ、まだ盤面にコロンジャーのことも強すぎないか、これこのデッキ強すぎか。さあ、あとはあれですね、あの相手のサイレンタンガラスシスタン、多分まあ水属性系、あ、水属性もね、多分ね、そろそろ強化来ると思うんですよ。君さ、よくないよ、まあ、マスカレートで商標登録料を払え、よくないよそういうの、よくないな。まあでも言うてね、楽園劇場デスピアがあると、なんかその融合モンスターが破壊されたら、あのアルベル出てきて、アルベルがなんかその除去られるとまたデストロイ復活するとかあるんで、まあ、その辺でちょっと頑張っていきましょう。で、サイレントアングラーとカッターシャーク、いや、この2体並んじゃうと何でもできるけどな。まあ、マスカレードで頑張れ、マスカレードのなんか効果で頑張れ、マジで。あ、ステルスクラゲーン、オッケー、ステルスクラゲーン、あ、でも楽園開幕があるんで、まあ、一応破壊は無効にできますね。あの墓地の楽園開幕の効果で破壊対策あるんで、一応ですね、まあ、耐えておいた方がいいですよねこれね、多分。はい、で、ステルスクラーゲンは一応ガミシエルも破壊できるか、ガミシエル破壊してもあんまりそんなに、まあ、破壊耐性めんどいな、破壊耐性じゃねえや、あいつの破壊効果で、マスカレードの効果によってまたライフを払っていく、2200、いや、なんとかしてさ、マスカレード2体目だし、なんかもう相手何もできないみたいな状況にしないと。ステルスクラーゲン、エフィラ来た、はい、了解です。で、エフィラ2体飛んでくる、だエフィラは、水属性しか破壊できないから、今、ガミシエルしか破壊できないですね。はい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 、そんなに入れてくのはいいですよ。これ水属性2体とかで融合できるなんかやついねえかな、超融合用にさ、なんか同じ属性、あのね、ドラゴンがね、あれなんだよね、そのできないんだよね、こういうもんデッキって、なんかその属性と種族が完全統一しちゃってるから、なんかさ、その同じ種族と属性のモンスター2体みたいなやつ出てないか、出てこないか な, なんかそういうモンスター出てきたら最強の気がする、超融合が。まあ、とりあえずマスカレードの効果で商標登録したと700ですね、あと1回しか使えませんね、相手はね、うん、痛いですね。で、デスピアの同系アルベルの効果を発動、アルベルの効果によってエフィラを無効にしていくぜ。で、エフィラの効果を発動していく、エフィラの効果も発動して、そいつを破壊していくか、はいはいはい、いいでしょう、 OK、 アルベルは蘇った。あとはエクルシア、これ相手の打点低いな相手の打点低いな、これ、お、最強じゃね、もしかして最強か、もしかして最強のこれドラゴン出しに行ったらいいんじゃねえか、マスカレでもいいのか、なるほど、これは超融合だろ、超融合発動、お前のモンスターはいただくぜ、うわと、あ、じゃあ、これ無理か、そうだ、そう、沼地のドラゴンを特殊化します。アルベル、これどっちだ、これはね、こっちとね、こっちだね、ステルスクラーゲンからの、融合召喚、ドラゴン、はい、で、ディバイン外効果、2枚ドロー、ちょっと今、相手のモンスター2体で融合できないっていう話したばっかりだった間違えたわちょっと超融合を引いてテンション上がっちゃった。で、ディバイン外交換2枚ドローしていく、あ、いいじゃん、割とええやんけ、割といいぞ、これあれやな、なんだっけ、2体普通に融合やな、これさ、アレバスの楽園でさ、相手のさ、なんかさ、適当なモンスター吸えるといいよね、なんかさ、光と闇以外のやつも吸いたいんだけど、なんか新しいモンスター追加してくんねえかなこれはアルビオン出したら墓地から除外したらいきますよね、これね、これはアルバスの楽園とドラマトゥルトゥルギアをゲームから除外し、
あらあら、怪人竜バスタード、このモンスターは融合さにしたモンスターのレベルかける100ポイント打点がアップするぜ。うおー、打点だけ、あいつ700しかねえ、殴ったら勝てる攻撃表示は甘いだぜ。いくぜバトルフェーズ。さあどうした、1900ボーダーじゃまずいんじゃねえのか。沼地のドラゴンの効果はそう、あいつは水属性しか破壊できないはずだ。水属性モンスターを破壊できるはずだ。つまり水属性じゃなくしてればいい。俺は闇属性を宣言し、すべての人のモンスターを闇属性にするぜ。ピロ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 、これによってお前の効果は不発だ。うおー、いえ、行け怪人竜バスタードで、お前のクソクラゲを攻撃、さよならクラゲパイセン。パイセンありがとうございました。いや新パック楽しみだね。あー、まあ悪くないんじゃないの。まあ悪くはないけど、まあちょっと初動札がそんなにいっぱいないからちょっとあれだね。無の煉獄、はい、無の煉獄来た、煉獄さんの効果でデクララディバイナ召喚いいだろう。あー、まあ一応ですね、一滴とか入れた方がいいような気もしないでもないんですけどね、ちょっとね消費が激しいですね。ちょ若干ですよね、一滴とかもまあ採用しづらとかありますよね。だからね、誘発もね入れたらまあいいかなと思うんだけど、まあ基本的にその普通だったらちょっとね属性が微妙だよ。エフェクトベイラーはいいと思う。エフェクトベイラーとか、あとなんだ、あの光闇やったらいいわ多分。増殖する G とね春ならはね属性が弱いんだよ。デスピアとにそんなに相性がないんだよね。そこがちょっと若干見たいところですが、あ出たマスターフレアヒペリオン。マジで新パック発売当初からなんかあんまり誰も使ってないと言われている強いんだけどな。創造の代行者ビーナサス買った、やばい、これ金の玉製造機じゃん、まずいぞ。金の玉遊戯王にはね、まあ、主に2種類あるって言われてますしね、3種類か。ラーム抑神竜スフィアモード、クリボール、ホーリーシャインボールっていう、この3つがね金の玉と言われています。まああれはホーリーシャインボールは白いという話もありますよね。これあれか、あのアルティメット最強なんか代行展開されるのこれ、リンクスパイダーとあれか、あ違えやん、なんだこれ、リンクスパイダーイムデューク、あーなんかアナコンダかなんかする気か、これはわからんな。あれかな、スカルデッドのパターンかな。スカルデッドパターンだとなんかあのソリティア系のデッキの動きなんですけども、あ4体だ、これスカルデッドじゃんこれ、はい、はいはいはい、あでスカルデッドですよね、はい、スカルデッド、なるほど、これはちょっとなんかソリティア系のデッキの匂いがしますね。なるほど、なかなか面白そうなデッキじゃねえか。でスカルデッドの効果発動、スカルデッドの効果で手札からモンスター1体を特殊召喚できる。でこれで何を特殊召喚してくるのか、テテスだうわテテスターボが始まるぞ、まずい、やばいことが起きてる、待ってくれ、やばいことが起きた、まずい、これはテテスで転移速モンスターをドローし続けることができる、実質やばすぎることが起きた、いややばいぞ、これは非常にまずい。相手のなんかデッキ、これで多分ね、まあクソ構築じゃなければ結構引き切れるんですよね。何が起きるんだ、ペンドラムスケール、何これ、ライノセイバー先行ワンキルか。俺ライノセイバー先行ワンキルっていうね、うんこみたいなデッキを作ったことがあるんで、まあよかったら動画をちょっと探してみていただいてね、なんだっけ、見ていただければなと思うんですが、これもしかしてリスペクトしていただいてるやつですか。ちげえ、誰やお前、あっ裁きの代行者サターン、このカードをリリースして自分のライフポイントが相手より多い場合、その差の数値分のダメージを相手に与えると。この効果は自分のフィールドに天空の聖域が存在する場合に発動と処理ができる。なるほど、これもしかして魂吸収でめっちゃ弱い、左腕の代償、何何バカな、まずい、これライフめっちゃ回復するじゃんこれ、7500、何、ああれ、いって、いった、いった、何これ。